ここからは息子さんの出番。先ほど作ったお米の糊を溝に塗っていきます。乾いた時にあの透明になるってことですね。つけたものがあまりよくわからないという、はい、市販の接着剤に比べお米の糊の方が乾いた時に跡が目立たないとのこと。こうしてパーツを組み合わせていくと、何やら幾何学模様の形をしたものが。確かに糊の跡は一切わかりませんが、これらの幾何学的に合わさった木で作る温泉宿でよく見かけるものとは何なのでしょうか。さあ皆さんで続きをお考えいただきましょう。次に細長い棒の先端に鉛筆がついたもので作業し始めましたが、これですね、あの大型のコンパスみたいなもんですね。緩い曲線の線を今引いています。この緩やかな曲線が製品の仕上がりを大きく左右するといいます。すると職人さん、せっかく組んだ木を緩やかな線に沿って大胆に切り始めました。大丈夫なのでしょうか。完成すると分かるんですけど、曲線を生かしたデザインをしてありまして、完成したら分かります。その加工に欠かせないのがこの小さなノコギリ。これに見覚えのある方もいるのでは。東さん、さすが。実は1年前にこの番組で紹介した新潟の職人さんが作るノコギリで、イタリアのバイオリン職人も愛用する世界に誇るメイドインジャパン。その時の放送を見てすぐに購入したそうです。短いのってね、初めて見てこんなに短いのがあるんだと思って、はい、すごく取り回しがいいので、ね、気に入りました。今ではこの加工に欠かせないという小型のこぎりで木を慎重に切っていく職人さん。木が重なっている箇所もお構いなしに切断していくと、確かに緩やかなカーブを描いた状態に。わかりますかね、わずかに R が。その断面に糊をつけると、今度はそこに細長い棒をつけていきます。こうすることで曲線が強調されました。さらに他のパーツも接着。次々とつなぎ合わせて出来上がる温泉宿でよく見かけるもの。職人さんの頭の中にはもう設計図がありますね。その外側に枠を取り付け、そして今度は隙間に様々な形のパーツをはめ込んでいきます。もっと細かくなりますね。およそ2週間かけて作る曲線が特徴の温泉宿でよく見かけるもの、皆さん分かりましたか。まだ分かんない。これですね、あの組子障子っていうもんです。組子障子。組子障子とは無数の木を組み合わせて模様を作る日本伝統の建具。気品質だ。本来は直線的な模様が特徴なのですが、職人さんが作るのは曲線を組み入れた斬新なもの。曲線を取り入れることで柔らかみのあるモダンな雰囲気に。さらに隙間にさまざまな形の組子をランダムに配置することで模様は無限大に広がるのです。こうカーブをつけると耐久性の問題とかで非常にまた難しい。